この机の中と上から紹介していきたいと思います。まずこの机はと IKEA で購入したものです。でここに引き出しがあって、ここに化粧品とかあと雑貨類が入ってます。でまず上から紹介していきます。これは無印のトレイです。今何もないんですけど、前はカレンダーとかリップとか置いたりしてました。で透明のケースも多分見たことあると思うんですけど、これも無印です。で有線のイヤホンが入ってます。でこれはお香のやつです。でライターと、無印のケースの中に指輪とかあとイヤーカフとかが入ってます。でこれはよく使うアルコールです。でこれは MacBook で、隣に行くとこれは Apple Watch ですね。今はここに置いてるけどいつも手につけてます。ティッシュケースは IKEA です。で隣に行くとこの鏡も IKEA です。今顔が映ったりするのが嫌なので貼ってます。でその上は最近ハマってるマリオの置物、エッグチョコの中に入ってたやつと、これは IKEA の時計です。これはクレベリンですね。で引き出しを開けるとこの中には化粧品が入ってます。でこれはシカで、ケースとかは全部セリアで揃えました。私あんまり化粧品を持ってないのでこんな感じでコンパクトに入りました。こんな感じです。で隣に行くとこっちは雑貨系ですね。これはゼンスのシールだったりマスキングテープとか、こっちは iPhone ケースが入ってます。これはコインケースですね。これも貯金箱で、ノートとか、これもこのマスキングテープが入らなかった分がこっちに入ってます。でノート類とかが入ってます、ここに。でこれは普段使ってるバッグをここに置いてます。でここにはゴミ箱と、これは IKEA で買ったパソコン立てですね。でこの中には毎日飲んでるビタミン C とかアトムギのサプリが入ってます。でここにはたまに使う絆創膏とかメガネ拭きが入ってます。これはネックレスですね。ここはポーチ系で、これはモバイルバッテリーが入ってます。これはキティちゃんの巾着袋です。で下に行くと、これはネイルキットが入ったりしてます。でコットンだったりゴミがついてるマスクが入ってます。このケースはIKEAで買いました。ドレッサーはこんな感じです。次にドレッサーの隣のこの棚を紹介したいと思います。このラックは、このラックも IKEA です。もう一つ大きいサイズがあるんですけど、私は小さいサイズを選びました。で1段目は観葉植物が置いてあります。あとこれはザラの香水です。でここには自分で作ったうねうねのキャンドルと、これは IKEA で買ったキャンドル立てを置いてます。これはガチャガチャでやったサンリオのキティちゃんとポムポムプリンです。で下に行くと、これもキャンドルなんですけど変形しちゃったのでここに置いてます。でここはいつも使う
まあ、これはあんまり使わないんですけど、ヘアオイルとか、これ最近買ったんですけどめっちゃいい。で、ここにはボディクリーム、これ化粧水です。棚に入らなかった分をここに置いてます。で、このケースは無印です。ここにはアップル製品の箱が置いてあります。このラックはこんな感じでした。次にこのまた棚を紹介していきたいと思います。まずこのカレンダーは無印です。最近デコレーションしてまだ物足りないので出そうかなと考えてる途中です。で、このシールたちはポップアップで購入しました。で、この電気はIKEA で買ったんですけど、結構明るめのライトです。これ間接照明の代わりとして買ったんですけど、電気の色がちょっと違いましたね。なので100均で買い直そうかなと思います。で、ここにはジョー・マローンのヘアミストが置いてあります。これはよく使う指輪とかマスクのチェーンとかが入ってます。で、これはハンドクリーム、よく使うのでここに置いてます。で、これは IKEA のキャンドルです。これはメルカリで購入したんですけど、エンジェルのろうそくです。かわいい。この時計も IKEA です。で、これはマルジェラのろうそくです。めっちゃお気に入り、すごいいい匂いするのでおすすめです。で、まずこっから、これはこの電気のケースが入ってたやつを使って、中にはいろんなものが入ってます。いずれここに棚を買うつもりで、その棚がなかったのでこれで代用しました。で、隣に行くと、これは CD プレイヤーです。たまに使ってます。これは筆箱で、後ろはあのさっき紹介したアルコールの替えのやつです。で、ここにはコードとか、あとキャンドルの替えが入ったりしてます。で、ここはルーズリーフとかがあります。それで、このハサミは小さい時に私ハサミ使うのが大好きで、かわいい、いろんな形のハサミがあって、ここに書いてある模様のハサミになってます。で、これはコロコロですね。で、奥には洋服とか買った時についてきた袋とかブロックも入ってます。で、次隣に行くと、これはお財布とエアポッツです。いつも持ち歩くのでここに入れてます。これは植木鉢なんですけど、今は使ってないです。で、この中は主に文房具とかが入ってます。ノートとか、あとこっちには単語帳とか、100均で買いました。中にお菓子も入ってます。このボックスは無印です。で、この段ボールは買ったんですけど、名前が、このこれを調べてくれれば多分出てくると思います。中には教材とかが入ってます。ここは以上です。で、この丸机は楽天で購入しました。ちょうどいい大きさでお気に入りです。この椅子は IKEA で購入しました。で、次ベッドのコーナーです。この鏡は IKEA で、この電気も IKEA です。で、このカレンダーはいただきました。かわいい。で、次にベッドを紹介していきます。まずこのクッションの2つは無印で購入しました。で、この枕はお母さんにもらったので分かりません。
このシーツとかも全部無印で、この毛布は電気毛布になってて、こういう風に夜温めて寝てます。これも買ってもらいました。でこれはどこで買った、多分これも楽天で購入しました。たまに膝掛けとして使ってます。でこのビリヤードのクッションは4年前くらいに IKEA で購入したものです。今は多分もうないと思います。でこのベッドはシングルベッドって調べて、ここに貼っときます。ここで買いました。でこっちにはクローゼットがあります。お部屋全体を見るとこんな感じです。大変長らくお部屋紹介お待たせしました。また次回の動画も楽しみにしていただけたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。